皆さん、おはようございます。シスタークレアが5月5日をお知らせします。今日がお誕生日の皆さん、お誕生日おめでとうございます。本日5月5日は子供の日ですが、なぜ子供の日になったかって知ってますか？5月の5日はもともと単語の節句だったんですけれども、1948年に子供の人格を重んじ、子供の幸福を図るとともに母に感謝する日で、こちらの日がお休みの日と決められて子供の日になったそうです。いや、大切ですね。子供も元気に過ごせることも大切ですが、子供がいるのはお母さんがあってこそですからね。お母さんに感謝して今日楽しく過ごしたいですね。それでは今日も健康に過ごせるように、手洗いとうがいをしっかりして楽しい一日にしていきましょうね。今日のラッキーカラーはこちら、ベルラン号です。それでは今日も元気にいってらっしゃい。